マティアス・エクストロームは、スウェーデンのファールン出身のレーシングドライバー。2001年から2018年に引退するまで、2001年から、アウディのドイツツーリングカー選手権に出場し、2014年の創業以来、FIA 世界ラリークロスチャンピオンシップにも参戦。彼は、FIA 世界ラリークロスチャンピオンであり、2回、DTM チャンピオンであり、レースオブチャンピオンズで3回優勝。 1993年にカートでデビュー。翌年、ルノーゴ・ターボカップに出場し、1996年に優勝。母国のスウェーデンツーリングカー選手権に1997年より、ボルボエース850で参戦を開始して、デビューシーズンながらシリーズ2位を獲得。1998年に彼は、ホードモンデを運転し、4つの表彰台を獲得。 1999年にはアウディに移り、アウディ A4 でシリーズチャンピオンを獲得した。2000年シーズンは再びボルボに戻って、ボルボ S40 をドライブして、タイトル獲得はならなかったものの、シリーズ3位を獲得した。2001年からはアプトジュニアチームに加わり、ドイツツーリングカー選手権に活躍の場を移し、アウディ TT を運転して、彼は、 デビューシーズンで8位、2002年に3位、2003年に4位に。2004年は、ルセデスのライバルであるゲイリー・パフェットと、クリスチャン・アルバースを破り年間チャンピオン。2005年の DTM シーズンでは、パフェットに次いで2位に。2007年には2度のシリーズチャンピオンを獲得した。またマティアスは、サーキットレースだけではなく、 世界ラリー選手権や世界ラリークロス選手権でも活躍しており DTM と並行して参戦。1999年に WRC でデビューし2005年のスウェーデンラリーで最高の成績を記録しシュコダのファクトリーチームでファビア WRC で10位に入賞。2005年のレースオブチャンピオンズでエクストロームはトム・クリステンセンと共にネーションズカップで優勝。 2006年にヘンリ・トイボネン記念トロフィーで前年チャンピオンセバスチャンローブのイベント決勝で争い優勝しタイトルチャンピオンを獲得。欧州ラリークロス選手権ではスウェーデンのラウンドに出場。2013年にホーリーエスでフォルクスワーゲンポロで出場、トーベングとトの足跡に続く。その後、世界ラリークロス選手権に出場するために 自分の XRX チームを設立すると発表。チームは2014年の世界ラリークロス選手権シーズンのノルウェーラウンドでデビュー2013年の世界ラリーチャンピオンのポンタスティデマンドとのペアでアウディエス1を投入した。WRC では苦戦を強いられたもののラリークロスのタイトルを2016年に獲得した。2017年も DTM の3度目の タイトル獲得の可能性を残しレネ、ね、ラストと最終戦まで争ったが、惜しくもシリーズ2位となった。2018年シーズンは開幕戦のみエントリーし、この年 DTM 引退を発表した。今後は、ラリークロスに専念するという。エクストルオムは2007年に2回目の DTM チャンピオンを獲得しました。この他、2010年6月にナスカー、スプリントカップシリーズに参加した。 最初のスカンジナビア人ドライバーに、彼はインフィニオンレースウェイでチームレッドブルから、ノー。83トヨタカムリのブライアン・ビッカーズが、決戦のために2010シーズンの残りの期間は、活動していなかったためビッカーズに代わっての出場。21位でフィニッシュすることができ、7ラップをリードして、ほぼ1日でトップ5、またはトップ10に止まった。しかし、 別のスカンジナビアのドライバーと同じエクオをやったので、デンマークのヤン・マグヌスセンも同じレースに参加、最終的にはエクストロームの前でフィニッシュした。また、エクストロームはリッチモンド・インターナショナル・レースウェイでエアガード400を走らせ、42台中で31位に終わる。ホッケンハイムでの2009年のドイツツーリングカー選手権の開幕戦に出場します。 エクストロームは世界で最も汎用性の高いドライバーの一つとして広く認識され、2013年にワイルドカードエントリーでアンディプリオールと共にバサースト戦に参戦。エントリーは19台になり10位に。元戦勝者のコメンテーターであるマークスカイフは努力を称賛し、私が見た最高のデビュー選手の一人であり、 ジャッキーイクス以来の最高の国際ドライバーであると述べた。イクスは1977年にアランモファットとのデビュー戦で優勝している。2014DTM シーズンに出場するエクストロム。スウェーデンの2016年世界 RX での彼のアウディエス1のエクストローム1上海は非チャンピオンシップラウンドでした。 リタイアしたが、勝者のレース距離の75%を完了したと分類されました。エクストロームはゲストドライバーだったため、チャンピオンシップポイントの資格がありませんでした。スプリントカップシリーズスーパーカースーパーカー。ありがとうございます。